どうも、キタリさんの藤井亮です。ペンタトニックを使ったフラット5の活用方法。どうも、改めましてギタリストの藤井亮でございます。今回はですね、フラット5のお話をしていきたいと思います。で、今までもですね、ペンタトニックに関わる動画っていうのをいろいろ上げさせていただいておりますので、ぜひチャンネル登録、このチェックとかですね、お願いいたします。では早速見てみましょう。じゃあ、早速ですね、フラット5のお話というところなんですが、まあ、今回はですね、もうシンプルに、まあ、どんな使い方ができるのかっていう、まあ、ちょっとフレーズ集みたいな雰囲気ですかね。ちょっとそういうのをやってみようかなと思います。で、まずフラット5に関しては、もうかなり万能と言いますか、ペンタトニックにとってはなくてはならない存在と言いますかですね、かなり重要な、いつでも使える万能な音みたいなところがあったりするので、ぜひちょっとこの動画でですね、使いこなせるようになっていただければなと思っております。で、早速ちょっと場所の確認的なものを行っていきたいと思うんですけれども、とりあえずドドーン、こんな感じですね。ペンタトニック、この6弦ルートのところのどこにあるのかっていうところと、あと、5弦ルートのところのペンタのどこにあるのかっていうのを、これでちょっとまずチェックをしていただきたいと思います。で、できる限り、前にもお話ししていたこのソラドレミパターン、こちらですね。で、5弦の方もここまでですね。この形でフラット5がどこにあるのかっていうのをしっかりとチェックしておいてください。じゃあ早速ですね、ここの中で、どういう風にこのペンタトニックの中でフラット5を使っていけばいいのかっていうのをちょっとお話ししていこうと思います。じゃあまず一つ目はですね、プリングハンマリング使っていこうってところですね。で、まず、まあ、使い方なんですが、まあこういう普通の使い方もありますよね。ほんまであればこういうね、普通に弾いてしまうと、このペンタトニックをなぞるとこういう音階になるのを、あえてフラット5でやることによってちょっと雰囲気が違うように見えますよねっていうのがフラット5の醍醐味やったりします。で、今みたいな使い方っていうのもいいんですけれども、そのままでなぞってしまうと、いわゆるペンタトニックが、まあ、ダサくなる方向性へ進んでしまうと思うんですね。なので、このフラット5はもちろん使っていただくんですが、縦移動型とか、パワーコード型とかですね、くの字型とかオクターブ型とかですね、前の動画でも紹介しているような、奏法と混ぜていただけるといいかなと思いますので、ぜひちょっとこれもチェックしていただければと思います。で、例えば最初は3連ですね。で、ここは16分で、ここで縦移動型で、ここはちょっと微妙にチョーキングしてあげる、クォーターチョーキングってやつですね。こういう使い方をしてあげると、そのペンタトニックらしさももちろんあるんですけれども、ダサくなりづらいっていうのがあったりします。で、ここのフラット5のところですね、そこをちょっと伸ばしてあげる、いわゆるだけで終わらず、さっきの元々のペンタトニックの音ですねのところまで行き切ってあげる、こういう使い方もあります。こちらですね。はい。こういうのも結構いろんなところで使えたりします。じゃあ次、二つ目。スライドですね。まあこれは、まあ使い方っていうのはさっきと同じように、ここのフラット5を使っていきます。同じようなやり方ですね。で、この、スライドに関しては、特にはやりやすいかなと思うんですが、さっきのソラドレミパターン、これですね。こちらをやるときに、で、5弦の方もこんな感じで、使えるようになってます。このペンタトニックのいいところは、同じようなフレーズをこの形をずらしていくだけで
うまいこと使っていただくことができますよという、まあ、テンプレートがですね作りやすいというのがあったりするので、このスライドのフレーズっていうのも、ぜひいろんなところで活用できるにしてもらえるといいと思います。一応活用方法として、この同じフレーズをオクターブ違いで弾いてあげると結構かっこよかったりします。こんな感じでですね、同じフレーズなんですけれども、ここでオクターブ違いで連続して弾いてあげると、こんな感じでかっこよく弾くことができますので、よかったら使ってみてください。で、3つ目はチョーキングですね。まあこれもよく使いますよね。ね、はい、もう今の、まあ、プリング、ハンマリング、スライドと同じような形で使ってあげる。で、ちょっとチョーキングの使い方でですね、もう一個お伝えしておきたいのが、普通にチョーキングをします。で、その後チョーキングでダウンで下げるときにですね、このフラット5を経由してあげるというやり方があったりします。これがこんな感じですね。こういうチョーキングでこの音をなぞってあげるっていうのをしてあげると、結構そのなんと言いますか、ブルース感と言いますか、ちょっと昔のロック感みたいなものが結構出しやすかったりしますね。で、これもチョーキングのピッチの練習みたいな形で利用できたりもするので、よかったらチャレンジしてみてください。で、ここで一旦一区切りっていう形になるんですが、合わせ技っていうところですね。チョーキングとスライドを合わせるやつなんですけれども、これは俺がめちゃくちゃ使います。一回やってみると、こちらですね。このチョーキング半音します。しました。下げると一緒にスライドする、こういうやり方ですね。これに関してはなんと言いますか、まあなんかちょっとブラックミュージック感、なんか同じ音うーって何回も言ってる。ただその歌わせ方がチョーキングとスライドで歌い方が違うから、ちょっと面白い感じに聞こえるみたいなところなんですけれども、これは結構かっこいいと思います。これもいろんなところで使ってます。まあ普通のチョーキングでも、使ったりもしますね。じゃあここからですね、まあ今もちょっと使い方についていろいろお話をしたんですが、まあ別の活用方法みたいなところでお話をしたいと思います。これは次、まあ奏法みたいなところなんですが、このフラット5っていうところでやっていけるのもいい味を出すんじゃないかなと思いますね。まあスライドを使う方法とプリングを使う方法の2パターンなんですけれども、よくこれも使います。こちらですね。これ今スタッカートとかを混ぜながら、リフレインみたいな感じですよね。こうやっていろいろリズムをずらしながら弾いてあげると、音楽的に面白いような感じで弾いていただくことができます。で、これをセッションとかでですね、そのソロを弾いたりするっていうアドリブとかですね、やるときにここの部分っていうのをもうひたすらやり続けてあげるっていうのは結構ありやったりします。ただひたすらですねで弾かれてもってなりますので、スタッカート入れてあげましょう。で、これもプリングではなく、こういうスライドでやる方法もあったりしますね。で、あともう一つなんですが、ここの部分を活用して別の弦で弾くっていうのがあります。で、これどういうことかというと、こちらですね。まあフラット5ですよね。で、この上、はい、3弦のところをスライドする、またはプリングすると、ナインスの音になるんですね。なので、ここも使ってあげると良かったりします。で、あとその下1弦、ここの部分っていうのは、いわゆるハーモニックマイナー的なイメージの音になります。こんな感じでですね、ハーモニックマイナーっぽい感じで、使っていただくことができるようになったりするので、ここの部分も活用します。こんな雰囲気でですね、まあ12フレットとかのところ、 E マイナーペンタとかでもこんな感じで使えたりしますね。なのでこのフレーズっていうのも、今 A マイナーペンタでとりあえずやってますけれども、他のペンタでももちろん使えますので、こんな感じでいろんなフレットで使ってあげてください。で、前の動画でですね、
3つのペンタトニック、3つのモードスケールっていうのをリンク付けしてあげると結構使いやすかったりしますよってお話をさせていただいたんですが、まあ、いわゆるエオリアン、ドリアン、フリジアンのところですね。そこのドリアンの部分でフラット5を使ってあげるとちょっと面白いことができますよっていうのがあります。まあ、前の動画でですね、まあ、シンプルに、まあ、ちょっと D マイナーペンタでいきますが、まあ、こんな感じでですね、チョーキングを半音チョーキング繰り返すことによってドリアンのところの半音とフラット5を使った半音っていうのでうまいこと使えますよみたいなお話はさせていただいたんですが、そことはちょっと別の切り口でいこうと思います。まずそのドリアンのところで、ちょっと形を見ていただきたいんですけれども、ここですよね。でフラット5を今入れた形で弾いたんですが、ここで音をですね、まあくり抜いてと言いますか、ちょっと選んでいくとですね、こちらですね、まあ、いわゆるペンタトニックの普通の形とドリアンの特性音とフラット5っていうのを使ってあげると、いわゆる何が起きるかっていうとディミニッシュの音になるんですね。なのでまあちょっとこれはただ頻繁に利用しすぎるだとかディミニッシュを弾きまくるとかですね、そういうことはちょっと避けた方がいいんですけれども、ちょっとスパイス的なイメージでこんな感じでですね、最初の入り口だけ普通にディミニッシュで弾いてあげて、最後の最後に普通に、ペンタトニックのフラット5を利用した、フレーズで完結させてあげるっていう形ですね。こういう形でフラット5を利用していただくこともできたりするので、ぜひフレーズ飽きてきたなとか、アドリブ弾くことなくなってきた、どうしようかなと思った時にちょっと活用してみていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、こんな感じでですね、フレーズ紹介はこれで以上とさせていただこうと思います。とりあえず今回は一部こんなものがありますよねっていうところでですね、紹介をさせていただいたというところではありますので、まあ、ぜひいろんな自分で作ったフレーズとか自分の好きなフレーズ、いわゆるコピーとかでも全然いいんですけれども、普通に弾いてる部分をちょっとフラット5を混ぜて弾いてみるとかですね、そういうのをやっていただくと楽しく、いろんなフレーズの幅っていうのが広がっていくような状態を作れるんじゃないかなと思いますので、ぜひいろいろ試してみてください。では動画これで以上とさせていただきます。今回の動画も良かったと思っていただいたら、高評価、チャンネル登録の方などですね、ぜひよろしくお願いいたします。でコメントの方もお待ちしてますので、ぜひよかったらお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。